早速トップバッターから参りましょう。はじめは選手代表がご挨拶です。問答無用のパワープレーでライバルたちを脅かしていきます。地元糸数百合、おはようございます。寒い中ご来場ありがとうございます。応援してくれる人のために一層でも多く船家に絡めるように頑張りますので応援よろしくお願いします。頑張ってください。それでは選手はプレーゾーンの方へお願いします。続いてまいりましょう。1レースの出走メンバー1レース1号艇、大きな活躍への足がかり、クールに華麗に攻めます、鎌倉亮。おはようございます。新パラでよくわかんないですけどしっかり逃げれるように頑張ります。お願いします。この後すぐです。頑張ってください。勝手知ったる地元平和島での戦いです。年の最後にやります、見せます。長田光子。おはようございます。1レース2号艇刺します。頑張ってください。新たな気持ちでレースに挑んだこの1年、集大成は地元平和島、思いを乗せて走ります。石井ひろみ。おはようございます。今年の締めくくりのレースで地元平和島を走れて嬉しく思います。一生懸命頑張ります。2年ぶりですけど頑張りますので応援してください。ご期待ください。今年は勝利の味も知りました。力もつけて新規はランクアップに成功。今ならやれます、もっとやれます。高石里奈。おはようございます。地元なので一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。強くなりました。一歩ずつひたむきに取り組んで勝利も間近です。レースでは思い切って挑んでいきます。野草家めぐみ。おはようございます。早朝よりご来場ありがとうございます。精一杯走りますので応援よろしくお願いします。頑張りましょう。選手としての初めての一歩を刻んだ2013年、年の最後も笑顔で頑張っていきます。米井さとみ。おはようございます。寒い中ご来場ありがとうございます。1年間の感謝の気持ちを込めて一生懸命走ります。お願いします。ご声援お願いします。ここからは登録番号に沿って数字の大きい方の選手からご紹介します。あわやのシーンもあった前回桐生での走り、今度こそ初勝利へ、富樫玲香。おはようございます。デビュー戦以来の平和島なんですけど頑張っていい着取れるように頑張ります。応援してください。楽しみです。思い切った握りぶり、やはり魅力十分です。1マークはひるむことなく攻めていきます。後藤美久。おはようございます。追加で入れていただきました。一生懸命走りますので応援よろしくお願いします。頑張ってください。成長の階段をしっかりと踏みしめて登ります。まずはスタートから集中、梶木和子。ございます。いいエンジン引いたんですけどさっきかけちゃいました、すいません。なんとか頑張りましょうね。スタート行って1マークはまくり強行、ライバル粉砕の強力な攻め手で勝つ藤原夏樹。おはようございます。気合で走ります。伸びてたら勝ってください。伸びるかな。スピードあふれる高素材、ついに新規は A 級昇格、息上がります。今井美也。おはようございます。福井よりあったかいんで頑張れそうです。頑張ります。そうなんですね。やっぱり喜びも苦しみも行ったり来たりのこの1年でした。最後は活躍と笑顔で締めくくります。浜田ありさ。おはようございます。いそいそ集中して頑張ります。お願いします。頑張ってください。今や女子戦では主力中軸の活躍です。トップランカーとしての存在感がキラリと光ります。遠藤恵美。おはようございます。頑張ります。頑張ってください。道中のしぶとさだけでなく平和島なら先手必勝、一発の魅力も目を引く存在です。伊能夏樹。おはようございます。いつも横断幕ありがとうございます。地元なんで頑張ります。応援楽しみにしましょうね。地元平和島ならのびのびといけます。水面を駆け抜けて勝利へまっしぐら、古川舞。おはようございます。最後に平和島に来たのは金環日食以来なんですけれども頑張ります。応援してください。頑張ってください。年が変われば A1 復帰です。改めて本領発揮の時、大胆に行きます。魚谷香里。おはようございます。平和島すごく、久しぶりに来ました。優勝を狙って頑張りたいと思います。応援してください。頑張ってください。足踏みはもういりません。全身あるのみ。新たな年への手応え、最後にここで掴んでいきます。木村さゆき。おはようございます。
今年を一文字の漢字に表すとはなんですけど、皆さんのこっちも輪っかいっぱい増やしていってください。え、スタートちゃんと行くかってわかんない。行っちゃえ行っちゃえ、頑張ってください。攻め立てる1マークに全てをかけます。破壊力なら一歩も引きは取りません。わ、投げた。平田さやか、おはようございます。新生東京スプラッシュのメンバーにファン投票で選んでいただきました。選んでくださった方に、選んでよかったと言ってもらえるようにいそいそ集中して走ります。応援よろしくお願いします。楽しみにしましょう。迷いを振り払い自らの走りに徹します。スピードとキレ、勝負どころを力強く突破します。北那由佳、おはようございます。いい年末年始送れるように頑張ります。頑張ってください。賞金女王の活躍、来年の飛躍への道しるべ、さらなる強さを身にまとって登場、長島真希。おはようございます。さっきあそこでさゆきが来年の漢字が和ですよねってなんか違うこと言ってました。しっかりしてください。今年最後の舞台、攻め手の生きる平和島、揺るぎなき自らのスタイルで今回も勝負、宇野弥生。おはようございます。今年最後まで私らしく走ってきます。お願いします。楽しみにしましょう。結果こそ来年へ向けてのステップ、まずは1本、そこから流れをつかみます。登場は梶野真美。おはようございます。今年最後のレースなんで笑って終われるように頑張ります。応援してください。頑張ってください。ナルトの女王剣山、大舞台を経て今年最後の舞台は高愛称の平和島、心みなぎるカナダユキコ。おはようございます。走り納めです。最後までしっかり頑張ります。頑張ってください。平和島といえば彼女の舞台です。実績随一の水面で年の最後は勝利に酔いしれます。田口改めていきましょう。田口節子、昨日は9時間熟睡できました。元気貯めたので頑張ります。応援してください。頑張ってください。スケール感あふれる戦いぶりが平和島にはぴったり。こちらも水面は好相性です。堀之内清子。おはようございます。回収率結構ダントツ1位みたいなんで、しっかりお年玉を稼いで帰ってきてください。稼いでくださいね。一方こちらは5年ぶりのトーチ参戦です。秘めたるパワーが生きるこの水面で本領発揮。続いては永井雅美。おはようございます。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。今回は姉妹揃って登場です。磨き抜かれた鋭さを武器に混戦の1マークを一刀両断、池田ひろみ。頑張ります。頑張りましょう。かつては優勝歴もある平和島レディースカップです。縁のある水面で改めて活躍を期します。池田明美。おはようございます。頑張ります。頑張ってください。久しぶりの実戦になりました。年の最後に活躍の足がかり、ここで掴んでいきましょう。足立美穂。おはようございます。精一杯走ります。ファンの皆様も精一杯買ってください。頑張ります。頑張りましょう。活躍で笑って終える2013年です。締めくくりには格好の地元の舞台です。まくれ、茅場優子。おはようございます。頑張ってまくります。応援よろしくお願いします。ご戦ください。賞金女王ではさすがの存在感。美しさと強さの女神が平和島に降臨です。参りましょう。運のゆかり。おはようございます。優勝を目指して精一杯走ります。応援してください。ここに来て気配上昇です。活気あふれるプレーがファンの胸を大いに躍らせてくれます。登壇したのは岩崎よしみ。おはようございます。終わりよければ全てよし。締めて帰ります。応援してください。頑張ってくださいね。続いてはこの選手です。時折見せる強行策、そしてくるくるターンのハーモニー、レースの面白さはこの人とともにあります。橋矢田香織。優勝しちゃえ。頑張ってください。続いてまいります。
芦屋ではさすがの存在感を示しました。来季 A 級復帰、底力の証、うまさがキラリ光ります。久保田美希、おはようございます。一生懸命走ります。応援してください。頑張ってください。平和島なら走りも一層元気いっぱい、ターンもノリノリ。レディースカップは毎年活躍中です。宮本のりみ、地元なのでちょっとは頑張りたいと思います。応援よろしくね。応援しましょう。頑張ってください。続いてはこちら、覗けば一気に攻めていきます。切符の良さは水面でも健在です。大塚晴美、おはようございます。まだまだ若者には負けたくない、おばさんパワーで頑張ります。応援してください。負けないぞ、頑張りましょう。丁寧なさばき、そして粘り強さ、若松玉川と見せ場は十分でした。流れをつないでいきますよ。こちらも地元メンバー、岡野清子、おはようございます。頑張ります。頑張ってください。あと6人、今日のメインレース12レースの東京ベイドリーム出場の6人です。参りましょう。ついに掴んだ勝利のティアラ、押しも押されもせぬ女王として君臨です。平山千佳、おはようございます。今年の走り納めとなりました。大晦日笑って帰れるように一生懸命頑張ります。応援お願いします。頑張ってください。年の初めから最後まで丸々1年女流のトップランナーとして牽引してきました。最後は平和島で最高のスマイル、寺田知恵、おはようございます。今年1年間女子レースを応援していただきありがとうございました。来年も私ともどもたくさん応援してください。かわいい、ありがとうございました。昨年のレディースカップ優勝者、その優勝で流れを作りました。今年も活躍に向けひたむきに走ります、中谷智子、おはようございます。大好きな平和島です。またたくさん貢献できるように頑張ります。いっぱい買って応援してください。頑張ってください。見据える先は遥かなる高みです。大きな飛躍をここ平和島での活躍で約束します。三浦恵里、おはようございます。今年最後のレース一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。頑張りましょう。賞金女王での挑戦、華麗にして果敢でした。さらなる飛躍のステップを年の最後の活躍に託します。森谷美穂、おはようございます。来年につながるレースをしたいと思います。見ててください。頑張ってください。最後です。地元メンバーから初日ドリームエントリー、仕上がれば強力、その船足初戦から注目、廣中千紗恵、おはようございます。平和島久しぶりです。たくさん船系に貢献できるように頑張ります。頑張ってくださいね。これで今シリーズ出場の44名の選手が出揃いました。皆様改めて大きな拍手お願いします。続きましては選手宣誓、そして皆様方へのご挨拶でございます。今回の出場選手を代表して地元東京支部112期富樫麗華選手に選手宣誓をお願いいたします。富樫選手どうぞ中央の方へお進みください。お願いいたします。本日は早朝からのご来場誠にありがとうございます。外は寒いですが、私たち出場44選手は熱いレースをお見せするために全力を尽くしてご来場していただいているファンの皆様にご満足していただけるレースをすることを誓います。本日より大晦日までの6日間、最終日最終レースまでの5000円よろしくお願いいたします。登録番号4758番、富樫麗華、ありがとうございました。では富樫選手そのまま中央の方へ。この後は花束贈呈です。選手代表の糸勝選手も中央の方へお進みください。ここで今日の花束プレゼンターの2人をご紹介します。どうぞ。今日平和島に朝からご来場くださいましたゆきやくんとゆいかさんです。では上がって花束を渡してください。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、ゆきやくんとゆいかさんにもう一度拍手。お二人の選手の皆様ありがとうございました。
かわいいね。はい、ありがとうございました。続きましてセレモニーを行いたいと思います。ご案内の通り、先日ボートレース芦屋で開催されました第2回賞金女王決定戦、優勝は今シリーズもここ平和島に出場の平山千佳選手でございました。ここで優勝した平山選手にボートレース平和島からお祝いの花束贈呈を行います。平山選手、どうぞ中央の方へお願いいたします。ではここでもプレゼンターの方をご紹介します。ファン代表の方にお越しいただきました。豊島区からお越しの長谷川様でございます。では花束を手渡してください。長谷川様、どうもありがとうございました。それではここで平山選手から優勝に寄せてファンの皆様に一言ご挨拶がございます。平山選手、よろしくお願いします。はい、このような場を設けていただいて本当にありがとうございます。そして先日は芦屋での優勝にあたってたくさんの応援ありがとうございました。今回は平和島で、最後の今年のレースとなりましたが、本当に今年1年たくさんの応援ありがとうございました。そして来年も、女子選手一同、そして平和島ボートをよろしくお願いします。平山選手、ありがとうございました。大きな拍手お願いします。皆様ありがとうございました。以上をもちまして日本モーターボート選手会会長賞平和島レディースカップ出場選手紹介を終了いたします。